の夜の空とか、あの花火の空とか、昨日の豪華客船の海の空とか。私、この夏のこと、正午と見れたたくさんの空の夏のことを、ずっとずっとずっと忘れないよ。私のために正吾が無理したり傷ついたりするのって私嫌なんだ。ショーゴにはすごい感謝してるよ。私がいろんなことが分かるようになったのはショーゴのおかげだね。ショーゴ、ぼやっと歩いてると引いちゃうよ。なに？急いでどこ行くの？秘密なんて嘘。ただ今私飛ばしたい気分なの。それだけ。バーイショーゴ。見てたんでしょ？平気よ。ちょっとすりむいてるけど。私の華麗で見事なライディングテクニック。見てなかったの？いいのいいの。すり傷の一つや二つ、どうってことないよ。それより、猫どこ行った？
見てなかったの？私のテクニックよ。今飛び出した猫、華麗に避けたでしょ？あ、あそこだ。いたいた。おいでおいで。怖くないよ。人の話を聞きなさいよ。飛び出した猫を華麗に避けた私の見事なライディングテクニックって言ったじゃん。引っ掛けもしてないはずと思ったんだけど、ひょっとして当たってたのかな。どうしよう。大丈夫？不用意に手を出すからだよ。違うよ。怖いから威嚇してるの。見て、震えてる。やっぱり撃ったのかも。もし死んじゃったらどうしよう。怪我の程度もわからないのにどうして断言できるのよ。小さい動物なんて本当に簡単に死んじゃうこともあるんだから。正午は行けば。なんか用事があるんでしょ。私はこの子捕まえて動物病院行ってみるから。よかった。本当に何ともなかったんだ。何言ってんの？よかったじゃん。怪我してなかったんだから。それに診察料は正当な動物病院の報酬です。ついでに健康診断もできたし、すっごくついてたね、猫ちゃん。全然。バイクの傷なんてものは治るからね。Thank you.
は元気だよ。私は今とっても正午から遠いところにいるんだ。いろんなものを見たよ。あのね、赤手紙通りがね、言ってたよ。いろんなものを見るのも勉強になるってさ。だからね、私は見てるの、いろんなものをね。今一番難しいのはお金の計算です。日本と違うからよく間違えるよ。間違えられるしね。でもすっごい勉強になるよ。いろんな人がいるんだね。綺麗なものも汚いものも、いいことも悪いこともすごいすごいたくさん、もっともっといっぱいあります。すごいこともすごいあります。私の見たもの、正午に全部教えたい。だけど私はうまく書けないよ。今度いつかまた正午と会った時、いっぱい教えてあげるからね。またいつか会おうね。フロム響き。